どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。そういえば聖地アニメって一時期より減った感じあらへん？一時期は聖地化を狙ったような作品が結構あったよね。まあ成功した作品は数えるほどしかないけど、成功すればすごい利益が出るんやろうけどな。なんかこう露骨な感じで上ってなっちゃう作品が多いんよな。そんなわけで今日のレビューはこちら、浦和のうさぎちゃんだよ。ん、リュウさん、誤読しとらへん？調べちゃん課長ちゃんやない？いや、これが正しい読み方なんだ。調べるって漢字でうさぎと読むんだ。そんな読み方があったんか。実はこれいわゆるドキュンネーム、キラキラネームなんだ。久しぶりに聞いたわその言葉。これ一応由来があってさ、浦和にある月神社という神社があるんだ。月、この月神社には狛犬ならぬ狛うさぎのようなものがあって、月神社から月を連想し、うさぎを神の使いとしているんだ。おお、なんかロマンチックやな。その神社にあやかって主人公の名前が蝶と書いてうさぎちゃんなんだ。ややこしい。そこは月でええやろ。もはや連想ゲームやんけ。内容もかなり強引なんだ。この作品は公益財団法人埼玉市産業創造財団が支援して作られた作品なんだ。嫌な予感が。もう分かりやすく埼玉や浦和を宣伝してるんだ。例えば1話で主人公がこんなことを言うんだ。季節が一つ変わるだけで街やみんなの姿がいつもと違って見え、なんだかワクワクさせてくれる。なるほど。ここまで敗因だ。その後が問題なんだ。そんな浦和が大好きなんだ。ん？いやいやいや。なんというか、強引に浦和を挙げてるでしょ。そんなっていうか、浦和に限らず、日本は四季があるんやから、大体の場所で味わえるな。こういうセリフが所々出てて、もう少し自然にというか、控えめに浦和という街の魅力を伝えてくれるならいいんだけど、この作品は、嫌悪感が出るレベルで浦和を挙げてる。ちょっときついな。内容的にも毒にも薬にもならない感じなんだ。いわゆる日常アニメで、埼玉の浦和を舞台に JK の日常が描かれてる。なるほど。最近の日常アニメだったら、ここにキャンプとか釣りとか趣味要素が出されるところなんだけど、この作品にはそういう要素はないんだ。完全に日常アニメなんやな。一応メインキャラクターたちは鉄道部に所属してるんだ。ん？なら鉄道部の内容が描かれるんやない？電車乗りに行くとか電車撮影するとか。そんなことは一切しないよ。鉄道部とは？これ謎の設定なんだよね。わざわざ鉄道部って設定にしてるのに鉄道要素なんてまるでない。ええ、埼玉の各地の駅に行くとかならまだわかるんだけど、そういうことは一切せずに鉄道部という名の放課後ティータイムを楽しんでる。あの子たちでさえ軽音部しとったのにな。十万石まんじゅうが出てきてお茶を楽しんだり、いわゆるご当地ネタみたいなのもあるけど、埼玉県民じゃないと伝わりづらいようなネタもあって、笑いどころがわからないんだよね。ヤトガメちゃん観察日記とかはうまく名古屋とかのネタを名古屋の人じゃなくともわかるようになっとったのにな。簡単に言えばひたすらうちわネタが続く感じなんだ。例えば終盤でクイズ大会みたいなものに出るんだ。唐突やな。このクイズの内容がひどいんだ。南浦和にあるつくねが有名な串焼き屋の見頃の店長の趣味は？知らん。こういう超絶うちわネタを面白いと思ってこの作品はやっちゃってるんだよね。ひたすらに滑りまくっとる。キャラクターデザイン自体は悪くなくて、各キャラを担当してる声優さんも埼玉県出身なんだ。そこだけ見るとええのにな。ただ作画のクオリティはいいんだけど、背景がね、実写の写真を加工したような背景になってて、いわゆる聖地化的なものを狙ったんだろうけど、リアルすぎる背景にキャラクターが浮いちゃってるんだよ。違和感すごいな。1話5分1クールの作品で8人くらいのキャラがいるのも多くて、ろくに掘り下げられないキャラもちょこちょこいるんだ。聖地アニメやご当地アニメを作ろうとして失敗しちゃったって感じの作品だね。ところでリュウさん、なんで2016年のアニメを今レビューしたん？放送当時私も文章のレビューは記事にしてたんだけど、存在を完全に忘れてたんだ。くさ。でもなんとこの作品の2期が2022年に放送されてたことをさっき知った。まさかの2期。計画自体は2017年からあったみたいなんだけど、なんかいろいろあって2022年になったらしい。5年の間に一体何が？このクオリティのまま2期になるのか、それとも何かとんでもない革新が起こって名作になるのか、どうなるんやろう。ではまた次回。じゃん。